空港鉄道線形電車は空港鉄道が保有する鉄道車両であるインチョン国際空港鉄道で運用されている。2006年にインチョン国際空港鉄道の暫定開通に先立ち、ロテムで6両編成3本が製造された。その後空港鉄道のソウル駅延伸を前に2009年に3本が増備され、現在は6両編成6本が在籍する。 ソウル駅インチョン国際空港1ターミナル駅、インチョン国際空港2ターミナル駅間で運行される直通列車に使用されている。この列車に乗車する際は直通列車専用の乗車券、もしくは事前登録した T マネー等の交通カードが必要となる。6両モノクラス編成で座席数は272。6号車は ソウル駅都心空港ターミナルで搭乗手続きをした乗客の手荷物を運搬するため車両の約半分が貨物室となっており座席数が16席と少ない女性乗務員が乗車案内と放送を担当する A レックス線形車内車内は集団離反式の固定座席配置で座面が前に出るタイプの簡易リクライニング方式肘掛けにもロケットが貼られているため 冬場は暖かいが、半袖の時期にはやや刺激がある。床面はカーペット式で、窓は車端部を除き、2列に1つの大窓。座席にはフットレストも装備。テーブルはないが、網式のマガジンポケットがあり、広告紙などが常備されている。当初、短時間の乗車であることから、トイレ、洗面所等の設備はなかったが、 2014年より順次4号車にトイレ設置工事が行われている。デッキとの仕切り扉がないため、非常に見通しの良い作りとなっている。1000系はノンストップで運行されることから、寒気や暖気の流入の心配はない。デッキには荷物スペースがあり、座席上の荷物棚にも、機内持ち込みが可能な小型スーツケース程度であれば、収納可能である。また、 車内では一部座席でパソコン用電源や Wi-Fi が使用できる。車内には液晶デジタルテレビが車両ごとに4台設置されており、トンネル区間ではインフォメーション動画を、地上区間ではデジタル放送を見ることができる。ただし、乗客がチャンネルを選ぶことはできず、音声も列車によっては提供されない。車椅子スペースも確保されており、仕切り扉も 少ないことから車椅子での移動性も高い作りとなっている。6号車は子供連れ専用車両となっている。ありがとうございます。